南口加戸駅は埼玉県加戸市中央一丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である。駅番号は TI05。島式ホーム1面2線と短式ホーム1面1線、計2面3線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。1番線ホームには加戸市の名産品が展示された小ウィンドウがある。2番線ホームは上下発着下の対比線で、 下り普通列車で特急の通過待ちを行う列車が使用する。ダイヤが乱れた場合や、試運転列車は折り返しに使用することがある。2008年6月27日に LED 式発車表、2010年3月24日に多機能トイレ及びエレベーターが設置された。次の南羽生駅までの駅間距離は、伊勢崎線内では最長距離である。 2020年度の1日平均乗降人員は1253人である。市内中心部や記載地区のほか、河野市川里地区からの利用者も多い。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。かつてロータリーが北口しかなかったため、バスは必然的に北口を発着していたが、南口ロータリー設置後は循環バスはすべて、 南口を発着し、路線バスも南口を経由するようになった。路線バスに関しては、車庫の位置関係上、今でも北口にも発着しているが、高ノス方面の路線は、高ノス方面に近い南口で折り返して、北口を経由しない便が多くなり、大越馬場,場駅の路線は廃止されて南口発着の、循環バス新路線に移行されるなど、現在は、南口がバスの中心地へと、 シフトされている。ありがとうございます。